先発のマウンドには野村祐介が上がりました。いきなりピンチを迎えます。少し甘く入ったボールを杉澤にタイムリー、1点の先制を許しました野村祐介。対するオリックスバファローズは1軍での登板経験も今シーズンあります小野です。こちらはこの併殺崩れの間に1点が入ります。1対1です。聖金も懸命に走りました。そして4回はこの源健大左中間完全に破ります。池田もよく走って2対1、野村祐介からオリックスが勝ち越し。ただゲームを決めた一発と言っていいでしょう。4回です。持ち丸、右中間への一撃、これがスリーランです。シーズンの第2号、逆転に成功します。そして先発の野村、今日は少しランナーも出しながらという内容でした。そういった中でもまとめたということになるんでしょうか。今日は97球2失点の内容です。そしてバッティング、今日は持丸選手がアピールします。今日は3打数2安打。ただ途中からマウンドに上がった川瀬投手も非常に落ち着いた内容でした。今日は2回3分の1で無失点です。そして最後は復帰登板です。栗林が上がります。ヒット1本打たれたんですが無失点という内容です。今後どのような形で一軍を目指していくんでしょうか。カープファン限定空間、カープ券誕生。豪華ゲストと双方向でのやり取りを楽しみながら1軍、2軍のカープ主催試合をライブで視聴。詳しくはスカパーカープ券で検索。